表彰されたのは金沢市の寿司店小松弥助の森田和夫さんと小松市の酒蔵野口直彦研究所の杜氏野口直彦さんです。今後とも技を磨き講習をしっかり指導して文化を育て上げていきたいと思います。これからも皆さんに喜んでいただくものを作り、また指導育成に努めていきたいと思います。